はい、どうもです。今回ですけども、ホスト当日です。人生最初で最後になるかもしれないホストやるわけなんですけど、正直ね、体調を崩さずに今日迎えれてまず良かったなっていう安心感と、あとこれから数時間の間にどんなことが巻き起こるのか自分でも想像つかないんですけど、本当に多くの方が動いてくださって協力してくださって今日という日ができるんで、まあそれに本当に感謝したいですね。だからやっぱ本当にいい一日にして無事アクシデントなく終われたらなっていうふうに思ってます。まあ売り上げとかは正直ね、一旦二の次にして、やっぱ来てくださった人と楽しい時間を過ごしたいなっていうのが強いんで、やっぱ多くの人に会えるっていうのも僕からしたら嬉しくて、自分の人生の中でもおそらく忘れられない記憶に残る日になるのかなっていうふうに思ってます。あと1時間20分ぐらいでオープンで、今歌舞伎町のホストクラブハーレムに向かってるとこです。マジでなんかね、ここ数年でも一番緊張するというか、そわそわしてますね。ずっとね、本当に体調だけなんとかしてくれって俺ずっと願ってたんで、いや本当によかったなって感じですね。そしたらすぐ着替えてミーティングかなんか打ち合わせかなんか分かんないですけど、やってオープンになると思います。でホストなんですけど、結構行きたいっていう声いっぱい予約も来たんですけど、やっぱ僕ね、たくさん来てもらって一人当たりの時間がめちゃくちゃ短くなっちゃったらこれ本末転倒だなと思ったんで、入江さんとかにも言ってだいぶ人数減らしました。一人当たりの時間を多く取れるように今回やってるんで、最初の手だったら本当に1分2分しか席つけないみたいな感じでやろうとしてたんですけど、でも絶対それだったら違うなと思ったんで、やっぱ1人当たりまあ5分とか10分つけないと話にならないんじゃないかなと思ったんで、だいぶもう人数減らして、売り上げはね、そのもちろんいっぱい来てもらった方が伸びるんですけど、でもそれよりも満足度がやっぱり必要だなと思ったんで、最初の予定してた人数からはもう本当にびっくりするぐらい減らしてます。でもそうじゃないとなんかやっぱね、挨拶だけ写真撮って終わりとかってのは俺も嫌なんで、なんかちゃんと話したいですね普通に。それがやっぱ俺も楽しいし、来てくださった人も楽しいし、で結局動画見てる人からしても、ずっと挨拶回ってるだけやったら全然面白くもないと思うんで、そういうのも動画的にも全部どこ撮ってもそっちの方がいいかなと思ったんで、そういう風にしてます。だからそんな組数多くないですよね。そうですね、ただ多くないって言っても普通のホストクラブからしたら明らかに多いですけどね、はい、言ってますよ、人に対しての予約で言ったら過去最高じゃないけどものすごい多いって言ってましたね。なるほど。あとまあヘルプでいろんな方が協力してくださるんで、今回すごい本当さまざまなゲストが来てくださるんで、そういう意味でもすごいお祭りのような一日になるんじゃないかと思いますね。しかも今日誕生日やもんな俺、もうなんか自分の誕生日って感じしないっすわ本当に。でもなんか30になる前は20代が終わるっていうのであったんですけど、もう30が31になる時ってもう何にも思わないというか。でも今回お金を使ってもらう側なんで、今までどっちかというとお金使う側で来てたんですよ、動画撮るときね、使ってもらう側なんで、それもなんか不思議な感じというか新鮮な体験かなって思います。で俺昨日なんかね、寝る前に夢見たんですよね、すごい俺みたいな人間がよくここまで上り詰めたなっていう夢見たんですよ。いや幼少期から振り返ってね、俺の幼少期を振り返った時に、別に小学生の頃の自分を見た時に本当に口だけの人間やったんで、口だけのもうずる賢い人間がよくここまで多くの人の支持を得て応援される身になって、今なんて気づけば僕仲間の数がすごいんですよ。友達別にめちゃくちゃ多かったタイプでもないのに、自然に信頼関係があって俺の家に出入りする人間の数もう多分100人超えてるんですよ。でこう YouTube 頑張ってくださいっていうのはもちろんそうなんですけど、本当に純粋に応援してくださる人、もう視聴者以外でそれができてるんですよね、リアルで繋がってる人で。でもそれぐらい形成したことに対して光をよく作り上げたなっていうのを昨日ね振り返りながら思いましたね。俺って別にそんな人間じゃなかったやろと思いながら、でもやっぱり人って変わっていくんだろうなっていう、まあ、諦めずに自分の未来を描き続けると本当にそういう未来になってくるんだろうなっていうのを昨日ね強く思ったというか、このホストを迎えるってことがどれだけの人数を動かしてるか、それを考えた時にこれを動かせるぐらい信頼されてる、信用されてるって証拠だと思うんで、だからこそ今日は本当にしてよかったと思ってもらえるような一日にします。なんかもっとやっぱ YouTube 頑張ろうと思うな。でもこうやってる時が一番楽しいっすよね。いやまあそれはそうっすよ、それが生きがいというかね。だって欲しいもんもないしな。だから俺ホストで稼がしてもらうわけなんですよ。 100% じゃないですよ、もちろんお店側ともあれなんで何十パーセントかもらうわけなんですけど、それはもう全部 YouTube の企画費に使おうと思ってるんで、もうそれはもう絶対に決めてて、そこに使うことが一番多くの人を楽しませることにつながるなと思ってて、うん、で僕にお金を使ってくださる方も僕の YouTube が面白いと思って最初好きになってもらったと思うんで、そこで YouTube をもっと面白くするために使いたいなっていうふうに思ってます。この辺迎えるまでに俺ホスト系の漫画5冊ぐらい読んだからね。うわいっぱいいるわ、めっちゃいるんだよ、すごっ。えっめちゃくちゃおるわ、これや。そうだからこれ言いますかね、はい、出てますね。そうっすね、よっしゃ行きますか。すごいな、見てます、すごっ、うん、光る生誕祭お願いします。よろしくお願いします。はい、何か、あ、大丈夫です、もうウコンの力持ってきてるんで。これ阿久津さんがね、あの俺が家出るときに、あもうこれ持って行ってって言ったら、お母さんにね、お弁当箱をくれるように、ウコンの力くれました。阿久津ママのウコンの力も飲もうかな。これ大事ですよね。さすがに今日一日に全く飲まないっていうのは失礼なんで、俺飲みますよ、限界まで。今日は飲んで、食って、騒いで、最高の日にする。
山井さん行きましょう。すごいっすよ。すごいで、実は俺がツイッターで集めて、だからみんなこうやって花を送ってくれたんですよ、全員。すごいっすよ、これ全員。だから名前も書いてあって、そう、名前も書いて、だから全部協賛していただいて、はい、この花ができたっていう感じ。こんなすごいっすけどね。ありがたいっすよ、ね、っていう感じです。皆さん今日はお願いします。おっす。おー、はい、開いてきました。すごい。まず今日は皆さん本当にありがとうございます。僕 YouTube をしてて、 YouTube の世界ではねそれなりに名は通ったんですけど、この夜の世界では何もないし、今回こういう機会をいただくためもやっぱりそのホストの皆さんが広い心で僕を受け入れてくれたかなと思ってるので、普通だったら嫌だと思うんですよ。パッドでの YouTuber が来て荒らしていくようなことって嫌だと思うんですけど、それを皆さんが優しい心で受け入れてくれたんで今日が迎えられたなと思ってます。多分たくさんお酒を飲むみたいなところになるかもしれないですけど、本当にそこは無理せずに体のこと考えて今日一日全員で無事に終われたらなと思ってます。今日一日よろしくお願いします。あと10分ぐらいで帰ってなんですけど、お客さんがもう一組上がってくるんで、それをちょっと迎えて席に行こうかなと思います。記念すべき一組目ですね。緊張するなこれ。確かにな。もう八尾の世界だったらロミオへようこそジュリエットからスタートするからな。階段のところで待ってない。始まったらもう最高に楽しいんでしょうけど、始まるまではね、だって今日何も食ってないですもん。飯通らなかった。こんな人数すごいぞ。お客さん抜きでこれやからな。どうなんねんだ。どんな光景になるやん。こんなでかい規模の主役が自分っていうのが信じれへんわ。古いのおったとき考えれへんねん、こんなの。確かに YouTube 冥利に尽きるな。こんな日を迎えたことが一番の財産。幸せやわ。一度目です。どうぞ。はい、はじめまして。すごいな、記念すべき一組目ですよ。嬉しい。ありがとうございます。ます。緊張する。緊張する。やばい。人しかいない。確かに。あ、これがオリジナルってことか。すごい。かわいい。強い。うん、うん、飲める。めっちゃ強そうです。確かに、めっちゃ強そう。なんかもう付き添いできた感が。ヘルプみたいな感じ。肝臓、うん、肝臓な、なんてな、命肝臓よろしく。記念すべき一杯目飲もう。ちょ、一人占めだよ、今。そうやばい。そういうことだよ、お前。足振る。これじゃ今回来てもらったんで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。ありがとう。あと、これも。やばい。何これ、ありがとうございます。いや、せっかく来てくださったんで、ありがとうございます。全員に。全員に一応ね。はい。あとね、あ、すごい、そう。見てこれ。え、やば。名刺、まあ、特別作りました。特注、ホスト。はい、じゃあ始めまして。ありがとうございます。はじめまして、ホストの光です。はい、どうでしょう。すごい、宝物にしよう。で、まあ、こう来てくれただけでありがたいから、何か記念になるものを渡したいなっていうので、このプレゼント。ありがとうございます。札幌かよ。やば。マジ。え、ホストはよく行くの？全く全く。初めて。ここ初めて一緒に。全然仲良くないぞ。会社。会社一緒なの。行ける人が全然いなくて、そこにしたら行けますって。あ、マジで。ありがとう。嬉しい。感動させてあげる気満々や。では記念すべき1本目対戦させていただきます。さあさあ、2211よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。記念すべき1本目やから、さすがにこれは飲もうかな。いっぱいね、いっぱいね、さすがに飲みます。ホスト、記念すべき1組目に乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やばい。くっそまずい。くっそまずいけど、でもまあまあまあめでたいから。嬉しいっすよね。嬉しい、嬉しい。来てくれるだけで嬉しいわけ。これ、持っとく。はい、お客様レディです。いらっしゃいませ。すごい。すごい。3、2、1。はい。やばい。お付き合い。取ろう。ありがとうございます。確かに汗かく。わー。これ加工すごいな。何加工や。別にいいやん。ちょっとあのベトナムのヘルプの家です。ああ。すごい。失礼します。マジでかっこいいな。全部ドルガベット。そうです。100万コイン。これより高いコーディネート。主役を奪いました。ちょっとキャラ出していこうかなと。目立たなくそうかなと思います。めっちゃ目立ってます。あ、でも俺な、思い出したわ。インスタアイコンまで思い出した。すごい。完全思い出した。分かった。じゃあマスクしようからあれだけど、分かった。やばいやばい。札幌って聞いて分かった。本当？普通に。いや、俺な、絶対知っとんねん。俺100%知ってる。すごい、記憶力。やった。結構前からバルセロナ。こっち。すごい。バルセロナ。めっちゃすごい。あ
いいですか、これでいただいて。もちろん。おめでとうございます。おめでとうございます。すごいマジで。いや美味しい。あめっちゃ増えてきた。増えてきた。続々と来てます。今ちょっとね。お客さん、ちょっと次に行かないで。あ、すみません。ありがとう。すみません。頑張ってください。ありがとう。いや話したくない。お客さんもしげさんでいい。いや分かるで。めちゃくちゃ何回も実況とか出てるから。もう名前も分かるし、そう、弥生。そう、見て、もう最強の、最強の名刺。はじめまして、彼です。はじめまして。もうでも多分ガチな話、20回ぐらい撮るとか。じゃあこれちょっと今回の記念に。ありがとうございます。ありがとう。あとまあこれも、おまけで。ありがとうございます。ありがとう。でもなんかこう雰囲気違うな。いつも昼は撮ったから、チェキ書いてた。テロン何の前一緒で。緑茶だよね。緑茶で。一旦は緑茶からスタートしないと。いや全然全然弱い、うん、じゃあもう飲まんでいいか。ちょっともう飲んでもらおう、二人に。すいません、いただきます。ありがとうございます。素敵なシャンパン、めちゃくちゃ強そうやから二人とも。さあさあ、ありがとうございます。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 全員助けて。任せる。今の時代ってホスト帽子かぶってもオッケーだ。あー確かに斬新やん。僕はあのスライムで。コップオリジナル持ってくる。ポストそんなことあるの？お客さんです。いらっしゃいませ。嬉しいな、来てくれて。一人で来たよ。すごいね、一人って一番緊張する。めっちゃ嫌だった。めっちゃ人が出迎え多いから。確かに、しかもまあこんだけカメラ回っとっても嫌になるわ。帰りたい。勇者や。それでも来るのは勇者。確かに。いただきます。いただきます。めっちゃなんか変わったわ。なんか大人っぽくなった。うまい。4年くらい前にやんな。ちょっと寒いから。多分カニとか邪魔です。確かに。だからお酒だけ持ってちょっと出てきてほしいです。ここからが俺のターン。怖いな。金使う準備できる。でもまあ正直もう来てくれたけど嬉しいからあれだけど、でも多分俺結構この子の知っとうから。やめてよ。やだよ、やめてよ。攻めれば攻めるほど喜ぶタイプだ。俺がな。お疲れ様です。2回目まして丸の内レイナです。これ2回目なんですよ。僕は入江さんの前飯行く時にたまたまいて、そこでちょっと話させてもらって、だらこの後予定があるやん。そう、本当30分後に仕事があるんで、ありがとう。100万円持ってきたんで、ぜひあの気持ちったんですけど。やばい。すごい、私たちありがとうございます。こんな私があるか分からん。こちこそこれありがとうございます。お客様です。来ました。名刺。かっこいい。かっこいい。ありがとう。今日の俺が一番かっこいいと思います。分かる。この気持ち分かる。ホストって来る？来ない。初めて。お客様です。でもこれさ、こんなさ、ちょっとしか喋ってないのに来てくれるのすごいわ。確かに。こんな仕事あんのに。確かにね。まず誕生日届いて。これも一発目。レストランって一発目にもらうシャンパンコールこれやろ。初シャンパンコール。すごい。でもなんかドッキリしたいな俺なんか。なんかその、あ、思いついためっちゃいい。俺の知り合いの人がマッサージ行ったら、マッサージ師が丸同士レイナで、ちょっとなんかエロい雰囲気にさせられていって、そいつは引っかかるのか引っかからないのかみたいな。それめっちゃ面白くない？それめっちゃ、それやりたいかも。やろ。めっちゃマッサージ、めっちゃマッサージ嬢になりきってもらって。俺も2回目でまともにちゃんと話すことない。なんでこんな経過に喋っても分からんぐらい慣れ慣れしだと思ったもん、自分でも。まあそれが俺の良さやから。いや、そうそう。さあ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 、来た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 。さあさあ、行かせていただきます。お願いします。いいっしょ、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 やってまいりました。
電車です。なんかどうやって？あ、ちょっとホテル予約しといて。愛知県名古屋。とりあえず写真撮れ。撮れ撮れ。都内で行ってみて。最強の名刺。あとこちら。一緒に。ありがとう。これも記念で。OK。ありがとうございます。大学生って22ぐらいから5年ぐらいだよ。チップス、あー、はい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 、ありがとう。ロストとか見たの来ない、全然来ない、やばいな、ありがとう。何喋って、何喋っていいか分からない。それはそう、前からだったんですけど、あ、そう、仕事何しとん。特殊やね、カウンセラーって何で資格とか。資格は免許ないです。精神的な、お客さんいっぱいおるよ。まあ、コロナ禍で増えたっぽい。お客さん、カウンセラーって人生で初めてやった。シャンパン悩んでたんで止めときました。優しい。やっぱまあ俺もカウンセラーやってるんで、心理読めるんですよ。ありがとうございます。まだ俺も精神やんだら行こう。カウンセリングしよう。ありがとう。やば。ありがとうございます。この子ロケバスのファンなんで、ロケバス今日持って帰ってもらって大丈夫です。戻ってきました。嬉しい。すみません、お願いします。ありがとう。一緒や俺と。全く一緒です。いや嬉しいな。どこから来た。家。分かる分かる分かる。分かった。あ、やんな、俺に貢ぎ来たらしい。大丈夫、寝れば死ぬから大丈夫。寝れば死ぬから。すごいね、一人で来てくれて嬉しいな。オッケー、ありがとう。いいじゃないですか。これ水？水です。一番水です。ありがとうございます。もうこれが反射っていうことですね。もうやられました。自分たちの今のやられました。やられました。真似しますか。真似してください。真似します。いいっす、あげます。はい、ありがとうございます。おー、すごい。ひまわりや、俺の。あ、ほんまや。すごい。天さんから。村上隆モデル。村上隆。フラワー、フラワー。お酒強い。飲まんでいいで。これだけを取ってばいいから大丈夫。もっとパイ。時間が次の。やばいな時間。まだまだ横戻してる。お金の時間だよ。もうあれの。松潤は俺おるやん。松潤な。覚えとるで、サキとサキとハズキ、ハズキ、サキとハズキ、あの今見込んだんで独身で、はい、募集中です、結婚相手。年収5000万から年収5000万、年収5000万最低ライン。ありがとうございます。楽しみです。中東企業がやってきました。Ah!
二人の時間なんで二人で。俺のお酒は。何でも大丈夫。言い方がめっちゃホストやそれは。俺見ないで。お前無理せんどけ。今この瞬間にこれうまっこれうまっこれめっちゃうまいのずっとこれしてくれよ全択これしてくれずっとこれしてくれこれめっちゃうまいなこれこれじゃこれ10本頼むそれは10本だよ持ってきます1本するでしょ一緒に足振る結構俺も足振ると思う大丈夫俺も一緒に振る僕もじゃあ揺らしますよ、こっちはみんなで揺れましょう、そしたらそしたら大丈夫、みんな揺れてるおかしくないんで、ここはアルマンドゴールド来ました俺っぽいアルマンドゴールド、お誕生日ということでありがとうございます31歳お誕生日おめでとうございます3221よいしょ、ありがとうございますペロペロに寄ったろ、今日OK、ありがとうじゃあ今日も甘えよっかな大丈夫甘えるとこでも大丈夫初対面やけど2人で一旦手を取り合って一旦2人で手を取り合って俺ら3人でハーレム盛り上げていこう分かるこの気持ち分かる一旦な、うん、いや緊張する気持ち分かるやけどやったらもっと飲んで、うん、もっと無理してギアが入ってきた俺もでもなんかちょっとなんか酔っとるように見えるけど違うねんそれは違う甘い、はい、俺のこと何も分かってないなお前まだこっからやな来ましたよ来ましたさっきと声変わった確かに声も圧倒的な男ですどっちが選ばれたと思いますか？選んだ。幸せじゃない。
さすが負けました。負けたら絶対超える。ごめんな。おめでとうございます。ちょっと光くん、ゴリゴリに緊張してんねんか。ホストクラブで何かしてくれしか。何をすればいい。飲むだけです。感動、感動伝えてください。OK、 OK、 生まれてくれてありがとう。ありがとうございます先生。出会った時の格好です。そうそう、これずっとこれピタッとする。めっちゃかっこいい。でかすぎ。せめて連絡返してくれへんね。やめてよ。返しましたよ。わけわかんない歌送ってきたから。無視しようと思って。ハンターって意味わからへん。ほんま正直意味わからへん。ほんま、ハンマユージローと出会ったこんな感じです。マジで、マジで。ほんま、縮み上がってますもん。ありがとう。いや、まだ寄ってない。いや、こう後半に残しといて。めっちゃ普通。久しぶりです。ありがとうございます。一旦着替えます。では、最終の部、頑張ります。これちょっと、ひかるちゃん来てくれたんで、はい、先席で植えたんで、はいはい、じゃあ、ルイで。おー、ルイやー、マジっすか、やば。え、アルマンドは、アルマンドも置いといて。あ、チェイサーで、チェイサーでいきましょう。チェイサーで、400万入ります。400万、はい。すごい。チェイサーアルマンド。うちの生徒はこれが優秀だ。やっぱりね。すごい上がる。あ、先生ですね。そうなんですね。出会った瞬間から指定関係あったから。フィーリングですね。早いな。おじきって。ワードセンスがおじきな。ピーターと。ピーター。友達ですよ。ピーターと飲みたいわ。記念ぶりぐらい。で今日はピーターと現れたんです。ピーター強い。いや強そうやな。めっちゃ強そうやな。ちょっとなんか命の経過見てたら。いや奥野ちゃんもね、ボスと来るんですか。ボスと2回目。2回目なの。ほんと記念すべき。ありがとうございます。次からライムしてたらやめるわ。長文とか送ったらフルムスね。なんですか。読むのめんどいみたいな。つらも3回連続なんかショーブラスタンプ送ってくるから勝負していいかと思って。ありがとうございます。またなんか入れてよくばいい。ね、もうすぐ遊びに来ます。もう遊び方も分かってますね。まあ、でもそんな俺休みないからな。いけるかな。いけるかな。やれるかな。それはもう横に座らせ続けてやる。7人で。7人で。すげえな。かっこいいな。ホストクラブは飾りごとに置くわけですよ。ホストによってなんか価値がある。なるほどね。そうっすね。でも1日で卵つきもちろん基本はホストは飲まないです。飲んだら怒られるっす。なかなか出ないっすね。年に1回、2回とか。もういいだろ。それ出だしやろ。でも、やっぱうちの奥のこんなんじゃないから。師匠の背中を見て育ったんで。頑張ります。すごい。ウイスキーを飲む。最近古い。なんかワンちゃんなんかちょっと間違ったことで殺されそう。怖い。でもな、頼もしたね。やっぱ威圧感。マジで、マジで人生で一番ハンマユージローにを感じます。ちんちんちゃん。すごいな。ピーターさんが教えてくれるの。2人とも教えてから、そしたらマッチが2人で言う。マッチ、マッチ、マッチ。何回だって言ったんですか。4、5回ぐらいは。すごいわ。ブーストが、
今日はおめでとうございます。今日はピーターズ酒で潰します。ふに俺がもう逆さってやるのまだ言うもんまだ選び合いでもこれ喉が痛めとらしい。なるほど、ありがとう。やっとハーレムが来たら一旦ハーレム気づいてもここでこの場所でインスタで見た時より今実物の方がいいなと思って、この線もいいな。やばいな。でも好きだもん。二人は何友達？何レズ友達？あれマジでもらっていい？シェアハピしよう。正直幸せって分かち合うものやから、シェアしていてなんか。ありがとうございます。すいません、ちょっと出ないといけない。忘れしててごめんな。ありがとうございます。そうめんから出てない。私、いや、すいません。そうめんから袋だけ。そうめんは何食べた？
回戻ってきます。はい。今日の自分がここまで来れたのも全て光先生のおかげです。令和4年師匠とようやく初対面させていただくことができました。今日もまだまだ行きます。まだ途中経過です。よろしくお願いします。歌舞伎勝利だけ全部持ってきて。600万。600。600。車が届いたよ。600万、400万、400万です。ええー。はっきり言ってこんなもんじゃねえから。あと1回ぐらい呼べるかな。あと1回。したいな。俺1時間ぐらい延長したいな。カウントダウン立ち合いたい。やったらお願いします。失礼しました。申し訳ない。寂しい。そんな素敵な、はい、シャンパンの、はい、海鮮の、はい、音。募集しとったよ。そうなんですよ、会いたがってる子を募集させてもらって選ばれた。もうありがとう。ヒカルさんに人生変えられた。あ、そうだね。これからも変えていくよ。これからも変えていくよ。人生今日で2つぐらい変えてくださいOK です。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、申し訳ないです。すごいです、すごいです。この前何でしたっけ。そうだよね、そうなるよ。そうなるよ、結局。そりゃそうだよ、ね、そりゃそうやね。どうしたらいいの、あれさ。目を見て、目を見て。今、目を見て。捨ててきたんだけど。天井で子供だから使って。お誕生日おめでとうございます。
か古い13線振り切れって言うから400万円分どうしますか。じゃあもうそうめんです。ありがとうございます。そうめん1000万円。そうめんは一番まずいやけど一番好きやねん。何が嬉しいか言った？俺の名前長いね。俺誰か分からん。こちらさ、何もやらんとなんか、サングラないかな。こんなイベントするからもうやらせる。応援やらせる。お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。乾杯。ラワさん、ラワさん、2000万使うらしいから。え、はい、マジですか。もう結果あるじゃん。調整したらしい。そう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 。ちゃんとボディチェックしたんで、あのメンタルスポーツのやつ。何？今やるさんです。ラワさんのモノマネしてる。はい。関西から出てきたんですね。ありがとう。ありがとうございます。大丈夫、おめでとう。ありがとう。マジでありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ラグナダの社長です。グラムスです。ありがとうございます。めっちゃ寄ってません？やばい若いっすよ。ラグナダっていうね、僕がめっちゃハマってたアプリやってください。興味あるから。あ、マジでおもろいっすよ。時間がなくてやめたんで。ヒカルさんに結構やっていただいた時に、はい、めちゃくちゃ改善点とか、はい、してほしいみたいな。はい、ありましたね。すごいめちゃくちゃ言ってくれたじゃん、はい、今ね、だいぶほぼ、はい、いやマジで時間がなくて、本当に俺1日のなんか半分ぐらいやってんじゃないかってラグナやってて、ガチでやってました。マジで上位ランクはいたんですよ。ありがとうございます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 。必死に僕らのシャンパンを置きました。助かります社長。すごい見たら分かるけど、めっちゃ金持ってる。そしたらこれで案件ゲットしたわ。案件もらっていいっすか。いいっすか。もらっていいっすか案件。いやマジでもうパパになってもらおう。もう今日はもうパパになってもらって、もうちょっとマジでもう寄ったからパパになってもらおう今日は。ほんまに宮迫さん、いいっすかパパになってもらって。ガメガメ初登場じゃないですか。今日初登場です。そうっすよ。え、めっちゃ回ってます。大丈夫、初登場です。トーマさん仲いいんすか。え、仲いいっていうか、まず俺の対応と全然違うわ。こうやったら初手からいじってきて今そのえ、いいんですかとか。どうしたどうした効果の底力見せたれ今。ありがとうございます。いや、ひどいわ。お前、違うんだろお前。ちょっと、初対面めちゃめちゃ初対面よ。はい、ノリ良さそうやもんね。いや、めちゃめちゃノリいいし、なんかメガネとかメモしたね。正直歌ってた昔な。あとやっぱ効果なんで、あだす通りももらいました。今ちょっと僕、ハワイの方でちょっと緊張して開けれなくなった。いじるな、いじるな。なんかやばい、やばい、あかんかんかん。ちょっと、もう壊せ。期待すごいです。こういうパワーストーンが入ったというのも、あ、そうだ、スピーバンドっていうものを今販売してまして、この中からちょっと一つ、ありがとう全とさせていただければ。じゃあ、全部もらって。全部あげます。いや、本当に全部あげます。入江さんちょっと預かっといてください。はい、入江に全部渡ってください。これよかったら、ありがとうございます。 XP バンド、 XP バンドよろしくお願いします。めっちゃ豪華に見えるな、これ。忙しいね、もうやばい。ありがとうございます。ポンポン、いましたよ。はいよ、なんすよ。めっちゃいじった人、人気出ましたよ。ありがとうございます。会長、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、お酒飲んでんですか。飲んでます。やっためっちゃ飲んでます。テンチブさんです。あ、テンチブ、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。ほんまの一緒。何やったの。確かに。誰か見たの。一言言いたいのは、はい、せめて LINE 返してください。
上で。お願いします。一応俺らに頑張ってるんで。明日からライン返します。ライン返します。明日ライン。約束。なんならもう明日から買うようにするわ。誘ってもらったら会うわ。だいぶステップ上がった。嬉しい嬉しい。歌だけは聞かへんけど。V がコンセントがなかったんですよ。ルイを消した男。あれも見た。リザールも。リザールも消した。リザールとルイをね消しました。これ3本入れる。3本入れるんですか。ヒカちゃんに LINE の返信してほしいからってすごいやろ。いや、まあまあでも俺の LINE 高いからな結構。いや1年間はこれで返す。1年間やっとスタンドに立ちました。まあ、アップロードの仕方が悪かった今まで。悪かった。当分とか送ってしまったから。そう。4分だるいからやっぱ。ただでさえ外見怖いのに、ちょっと怖いと思われた。もう本当全部頼んだんですよ。全部頼んだ。これブランデー多分9個全部制覇したんだ。頭おかしいから関わったらあかんわ。約束違う。やっぱ関わりましょうっていう、関わりましょうっていう会やもん。でも頼みすぎたからちょっともう一回変えた。キャンセル。頼むわ。これすごいな。名探偵コナンでこんなエッグみたいなのなかった。はい、OK です。ありがとうございます。これやっと日川さんのデートできるわ。デートはミス。デートークLINE の返事から話してる。トレーが俺の自由やから。怖いわ。駆け引きやな。まだ駆け引きあるよ。あ、トレーだ。まだある。まだあります。俺結構頑張ったつもりやねんから。まだある。この子はもっとやれる子。ほんまに滑っただけなんで。寄ってはないですか。このミスは嫌。っていうか、ほんまに最高やな。おい、改めて息子、乾杯しよう。誕生日おめでとう。ちゃんと
でしょ。LINE 返しと。LINE 返しで3200万いただきました。デートの約束。デート返しとかしてる。ここは駆け引き、駆け引き。ここはね、駆け引きで。とんでもない日になりましたね。歌舞伎町史上、歴史上なかったですね。やっぱり。今も、電池が安いぐらいいいんですよ。警察来て離れて、警察来て離れて。マジで、ずっといます。皆さん、本当にありがとうございました。歌舞伎町とかこう華やかな場所に憧れがあって、正直自分は努力もしてこなかった人間で、特別ねこう輝かしい場所にいるタイプじゃなくて、まあ学校だったらどっちかって陰キャみたいな、人気者でも何でもなくて、そんな自分が田舎で YouTube に出会ってたくさんの人に支えられながら上京してきて、本当になんかいろんなことがあったんですよ。炎上もあったし、死んだこともあったんですけど、それでも31歳迎えてこんな多くの方に囲まれて誕生日を迎えることができたのは本当に最高だなと、頑張ってきてよかったなって思います。で、僕は YouTuber なんで YouTube を今後も頑張るっていうのはもちろんなんですけど、でホストの世界に正直憧れがあったんで、漫画の世界でしか見てこなかったんですけど、僕は本当にかっこいいと思ってます。ホストが風当たりとかきつかったりすると思うんですけど、僕はすごいいい職業だと思ってるんで、今後も僕はリスペクトを持ってホストって職業の方と関わっていきたいと思ってますし、来年32歳迎える時もしホストすることがあったら、このハーレムさんで。おおおおおお疲れ様でした。本当に、ね、正直ね、悔しい思いがいっぱいですね。時間もなかったのもあるんですけど、結構ねお客さんの数はこう制限して減らしてたんですけど、それでもちょっと本当にもっとやりたかったなっていう、もっとやりきれなかったなっていう、本当にそう席に着く時間が短かったし、そこがめちゃくちゃ悔しいなっていうのは思ってます。なんかもう1日2日あって、だから半分ずつにしてやりたかったというか、もっとやれたなっていうのがあったんで、あともう5時間とかでもやれたなっていうのがあって、悔しかったっていうのが正直なところですね。でもやっぱそれでもなんかほんとちょっと席つくだけでも喜んでくれて、すごい感謝されて、なんか本当にもう僕がね感謝すべきやのに、こう本当にいろんな人に感謝してもらって、皆さん本当にねいい人ばっかりで、最高の誕生日を迎えれたなと思ってます。でやっぱりね YouTube の企画としてやってる分、お金を使ってもらうっていうのがあったんですけど、このお金は本当 YouTube に大事に使っていこうと思ってるので、僕がいただく分は全て YouTube の方に還元していこうと思ってます。でも YouTube ってやっぱ人生変えますね。俺の人生を本当に変えていく。いやめっちゃ楽しかった。まず俺はホストやっとって、嫌なことも全くなかったし、もう一回やりたいなと思っても撮るから。でもやっぱ俺は本業 YouTuber なんで、さすがにずっとずっとできないし、やるとしても年に1回かなと思ってます。でも本当にこうね、いろんなこと言われるんですよ。やっぱりお前はそしたらすんなとか、美人してどうとかって言われるんですけど、でもそれはもう受け入れるつもりで、それも込みで俺だと思ってるんで、来て楽しんで喜んでくれる人がいたらそれが全てなのかなと思うんで、今日来てくださった人が楽しかったって言ってよかったって思ってもらえたら、それが全てだなと思います。あとはもう YouTube 見てる人がねどう判断するのか、このコメント欄とか評価欄に出ると思うんで、まあ、それは受け止めて次に生かしたいなと思ってます。僕としてはもうちょっと1人10分20分つけたらなっていうのはありましたね。まあそれは難しいんですけどね、さすがに時間もまあ限られてたんで。でもまあ最高の日です。本当にもう前半の方の記憶もほぼないんですけどね目まぐるしかったんで、まあまあまあ、まあ、なんか本当ホストになりきってたな気がします、うん、今日してなかった俺若干してましたね。いやすごい一日だったな。母さん、はい、集計が出てまいりました。ありがとうございます。そうです。ちょっとねやっぱり大変だったと思うんですけど、もう正直だってもうなんかもっとつきたかったなっていうのを無限にあったっすね。そうですね、8時間って言ってましたもんね、うん、あと8時間やるっつって、はい、いやそれは本当時間が足りなかったですね。そうですね、本当なんかちょっと挨拶程度で写真撮ってくらいで終わるみたいなのが多かったんで、後半特になんかもう時間もなかったな。そなかったシャンパンゴールめちゃくちゃ長いから、いやあれ確かに予想以上に長かったっすね。それが本当に悔やまれるところであるんですよね、うん、めちゃくちゃ時間がもっと欲しかったなっていう。確かに、うん、でもなんか楽しかったですよね、うん、楽しいは楽しいです。お酒がなかったな。奥野さんっていうめちゃくちゃ僕のよくしまってる人がいて、俺も先生って言ってくれた人がいてその人がほんまウイスキーもっと頼みたかったらしいんやけどなかったっぽいっすね。そうシャンパンあるんですけど、あでも僕ちょっと聞いてきたんですけど、まあまあ金額言う前に通常売りかけとかそういうのでやるらしいんですよ。で売り上げいくらとかっていうらしいんですけど、現金集金では多分過去最高だって言ってましたよ、間違いなく、要はそのヒカルさんって今日全員がお支払い終わって帰ってるんで、まあそうみんな普通売りかけで聞きますよそのシステムで。そうそうらしいんですよ。それ若干飛んでみたいなね。ああなるほど、そうそうそう、確かに確かに。現金集金ではもう間違いなくトップって言ってました、過去含めて。すごいな。はい、じゃあ発表したいと思います。はい、お願いします、はい、もう正確な数字ですね、これ今出たんで、はい、6739万円です。すごい6700、はい、すごい。
すげえな。すごいっすよ。6000ってやばいな。4時間とかすもんね。はい。いいですよ。どう考えても。やばいな、ほんま。ありがとうございます、本当に。いや、なんかもっと今日来た人全員になんかもう無料でなんか やりたいよ、ほんまに。なんかもう、わからんけど、ほんまに。なんかそう足りひんかった分。そういう気持ちが強いわ、ほんまに。だから本当はもうちょっとついてサービスしたかったってこと。いや、それはほんまにそう。時間が足りんかったな。チェキ会ぐらい長くなかったらきついわ。いや、でも楽しかったな、マジで。この売り上げ6700万のうち、まあ、お店にもね、渡す分もあるんで、引いて。残った分は YouTube の企画で夏に全部活かしてもらおうかなと思ってます。まあ、7月8月ですね。7月で終わってまうかもしれない。なので7月8月も俺結構飛ばすつもりなんで、本当に一気にお金使って時間かけてね、すごい動画を撮ろうと思ってるので、ね、皆さんも楽しみにしてもらえたらなと思います。じゃあ誕生日迎えたんですけど、俺何も今日食ってなくて、マジで嬉しい。いや、マジで朝から何も食ってなくて1時40分なんですけど、メンバーみんないるんで、ここはみんなに囲まれながら打ち上げ行っていこうと思います。本当ありがとうございました。